行こうね。あ、セカンドスレッドイズコンプレクシティ。2番目の脅威は複雑化である。A group of countries including India and Saudi Arabia are increasingly transactional bent on fiercely pursuing their own interests。 これはあれだろう、紙木戸を訳せるだろう。A group of countries、インド、サウジアラビア、を含む複数の国、グルーピングされた国は、increasingly transactional、増えている、増加傾向にある、transactional、取引、処理。うん、そう。increasingly transactional、bent on、熱心だ、pursuing とは追求する、追求する their own interest。 あー、なるほど。彼ら、なんだ、インド、サウジ等々の国々は各国の興味を追求する。 fiercely ってなんか熱心にとかですか。激しく激しく追求することに、なんだ、熱心だ。激しく追求することに熱心だ。increasing transactional。インド、サウジア、increasingly transactional。increasingly transactional っていうのは、なんか、経済が発展してるとか、そういうイメージですか？うん、そうじゃなくて、これ日本語ないんだけど、はい、ますます取引駆け引き志向になってきていて、そういう意味。あ、トランザクショナルって駆け引き志向なんですか。取引と要するにディーリング。あ、だから駆け引き志向、駆け引きに集中して、だから例えば右とか左とかじゃなくて、はい、一個ごとに彼らは取引ごとに関心を持ってる、そういう意味ね。トランザクションだ、取引トランザクションごとにその物事を意思決定するようになってきてっていう意味で、訳すは取引的になっていると、翻訳はね。だから地獄の利益を追求することに激しく熱心になっていてね、取引ごとにますます、あの取引ごとに彼らは判断をしているというふうになっていると、そういう意味。なるほど。翻訳は取引的になっている。なるほど、うん、でこの取引トランザクションってよく出てくるんだけど、はい、要するに取引ごとに彼らが意思決定をするという意味ね。だ、例えばインドとか彼らはサウジとかどっかに例えば所属するとか、なんかアグリーメントするとかじゃなくて、ディーリングごとに彼らの態度を変えてる、そういう意味、トランザクショナル。なるほど。 Unlike Iran and RussiaSuch countries do not want chaos, yet neither will they take orders from Washington. And why should they? これ、ソメ訳せる？はい、イランとロシアと違って、そのような国々は混沌を好まない、うん、求めない。うん、で、そしてニーザーどの国も、どの国もワシントンからの、ワシントンっていうのはアメリカのことか。そうです、そうです。からの命令に従わない。そうです。あれ、Why should they でしたっけ。うん、なぜそうなのか。え、彼らはそこの、え、 Why should they なぜそのグリップにはそうすべきなのか。え、え、
今なんて言った？え？あ、え？ちょっと待ってください。ああ、そっか、その国々はアメリカの言うことを聞かないのだろうか、そしてなぜそうするのか、そうすべきなのか。そうそうそう、なぜ従わなければいけないのか。なぜ従わなければいけないのか。For America, this makes the job of being superpower harder. アメリカにとってこのことは、超スーパーパワー、なんつう、超スーパーパワー、超なんて日本にあるの、スーパーパワーですよね。暴力なんていうのか、超大国、超大国である仕事をより難しくしている、このことはね。なぜかっていうと、ここのサージも、どこだか、サウジもインドも従わないから、だから超大国の仕事を難しくしている。Look for example at Turkey's game over Sweden's membership of NATO, seemingly resolved this week after 17 months of tiresome wrangling. Tiresome wrangling はイライラさせる論争で、例えばトルコのゲーム、スウェーデンの NATO 加盟のゲームを見てみろで、イライラする論争の17ヶ月の後で今週、シーミングリリゾルブ解決した、ようだ、シーミングリ。